おはようございます。今日はね、ちょっとね、How to deal with negative people、 ネガティブな人にどうやってディールしていくかっていうことについてお話しできればと思います。ちょっとね、運転してるんで僕の日本語が下手だったらもう気にしないでください。でね、僕は YouTube をやってて、で結構 YouTube やってる人ってわかるんだけど、ネガティブなコメント書いてくるやつがいっぱいいるんですよ。で、これ別に YouTube やってなくても、どうやったら自分に対してネガティブなことを言ってくる人とか、ネガティブになってくる人、How do you deal with them? どうすればいいのっていうことについてね、このビデオを見ていただくとね、本当にね、あ、こうすればすっげえ楽になるなっていうのがわかると思うので、まあ、本当にね、僕のね、今 YouTube で、なんか30万人ぐらいの登録者がいるんだけど、この中で相当僕ね、ネガティブなこと、コメントを受けてね、ババババやられたことがあるので、僕の経験があなたの役に立てばすっげえ嬉しいです。Alright、まずね、まずこうなんだよ。OK、やりたいことをやるっていう人生っていうのがあると思うんだよね。本当に自分が本当にやりたいこと、本当に言いたいことを言う、怖い人の目の前でそれ違うと思いますって言って自分が本当に言いたいことを言うとかね、親がそんなのダメだよって言ってるんだけど、自分がいや、こういう風に生きていきたいんだお父さんとかね、いろんなことでやりたいことをやっていくっていう中で、自分の選択についてそれに反対してくる人が出てくると思うんだよね。それはそうだよね。で、面白いことがあるんですよ。これが第一のルールみたいなことなんだよね。それはネガティブな人はあなたが何をやっても出てくるっていうことなのよ。わかるかな？あなたがやりたいことをやって、正しいことをやって、本当に心の中からこれだっていうことをやってていても、ネガティブな人は絶対出てくるわけよ。で、面白いのはあなたがやりたいことをやらなくてもネガティブな人が出てくるわけよ。ね、本当はこういう人生生きていきたいんだけど、こういう仕事やっていきたいんだけど、こういう YouTube でアップしてみたいんだけど、ね、ブログ書いてみたいんだけどとかね、そうなんだけど、でもやっていけない、勇気がない、わかる？しょぼーんとしてる状態、しょぼーんとしててもネガティブな人は出てくるわけよ。っていうことは、論理的に考えるとどうしようもないネガティブな人たちが世の中にはいっぱいいるわけよね。これはいいことをやっていても悪いことをやっていてもネガティブなことを言ってくる人たちは世の中にはいるのね。だからもうここはお祈りしてね、お祈りしてあげるしかない。もう何もできないもん、ね、僕がいいビデオを YouTube にアップしてもネガティブなことを言ってくれるやつはいるんだよ。この間昨日コメント見てたらね、僕あの5秒の法則っていうあのビデオを出したんだけど、そこにね、なんか5、4、3、2、1、0、はいビデオ止めたとかさ、わかる？それとかなんかね、あ、もう一つのネガティブなコメントね、面白いの来てね、なんだよ5秒の法則を学ぶために15秒のビデオを見ないといけないのか、やる気でねーとか言ってくるやつがいるわけよね。もうどうしようもねえよな、そういうやつらはね。で、ここでやっぱり一番のポイントはこれでっかいよ。ネガティブなことを言ってくる人たちは、あなたがいいことをやっててもあなたが悪いことをやってても絶対出てくるわけよ。もうしょうがないんだよね。これが僕の人生の中で一番なんかね、頭の中でベルが鳴ったみたいなね、 My light bulb went up、 あーって感じたのはね、僕が何をやってもいいことやっても悪いことやってもどうせネガティブなこと言ってくるわけよ人は。じゃあどうせ人がネガティブなこと言ってくるんだったら僕好きなことやりますってね。なぜかっていうと、僕はね、好きなことをやってないと不幸になるタイプなのね。本当に僕ね、感情的になっちゃって、やりたいことをやってない、言いたいことを言えない、自分が自由に生きていけないとすっげー不安になって怖くなって、で怖くなるから人生うまくいかなくなるんだよね。で、不安を感じると不安を持ってるような行動を取り始めるわけよ。自分には無理だとか。 OK、 なのでまずね、もうネガティブなことは絶対誰か言ってくるから、好きなことやってても嫌いなことやってでもね、しょうもねえのよ。OK、 これが第一の法則ね。ネガティブなことを絶対言ってくるやつが、あなたが何をやっても、あなたが好きなことやってでもあなたが嫌いなことやってでも何やってでもネガティブなことを言ってくる人は絶対います。
ね、so deal with it. It's okay. そこまで気にしなくていいわけよ。ね。で、二つ目のルール。ね、ここ結構注意しないといけないところなんだけど、ここはですね、なんと、家族とか友達で、自分の仲間とかがネガティブなことを言ってくる時があるんですね。で、なあブルー、今ワンちゃんが後ろにいるんやけどね、これはちょっと要注意なのよ。ね、例えば僕がライフコーチっていう仕事をやっていく時に、僕のお父さんは大反対したのね。そんなお前のそんな若造のアドバイス聞くやつなんていねえぞって。ね、もっとそんなことやるんじゃなくて働けって、仕事辛いんだって、金稼げみたいな感じだったんだよ。ね、でうわーってなって、で、で僕の弟も結構ね、今でも心に傷がついたようなことを言ってきてたんだよね。クリス、そんなのファンタジーだよとか、でもっとひどいこと言ってきたわけよ。僕のお母さんはね、いつも応援してくれてたんだけど、 Thank you。 ね、でここは要注意なのよ。で、本当に自分がやらないといけないこと、ね、好きなことをやっていかないと不幸になっちゃうっていうのを理解してて、もうこれやるしかないってなった時に、ね、ネガティブな人はもうどうしようもないからほっといていいんだけど、もうお祈りしてね。でも、ネガティブじゃない自分の家族とか自分の友達とか、ダメだよって言ってくる人たちがいるわけよ。で、この人たちがなぜ言ってくるのかっていうのは、まあ本当はね、その人たちがジャラシーになって、本当はその人たちもやりたいんだけど、その人たちの夢が、その人たちがまだ実現してないから、それ やめてって言ってくるパターンが多分ね、多いと思うんだよ。だって僕、いろんな面でもう大成功してて自分の夢が叶ってる人たち、結構合ってるんだけど、自分の夢を現実してきた人たちは、自分がやりたいことを絶対やりなって言うのよ。もう心の中から感じたら、もう行動に行って動いていいよって。ね、自分を幸せにして、あなたね、周りも幸せにすることだったら絶対いいよって。でも、そういう生き方をまだやってない人たちって、親とか、本当にね、周りの人とか友達とかもそうなんだけど、それ危ないよ、やめなよって、恥かくよ、そんなのやっちゃダメだよって言ってくる時があるわけよね。で、ここは自分で選択しないといけないんだよね。ここは僕は自分の心を信じて行動を取るわって。ね、ここはその自分でやっぱり選択していくところだと思うんですよ。OK。でね、三つ目のポイントっていうのがあるのよ。OK。ちょっと雨の外にか。もう今日はね、雨なんですよ。ちょっと待ってね。あ、ね。3つ目の選択なんだけど、雨なのか雪なのか分かんねえよ。いや、行くか。よっしゃ、雨の中のジョギングは気が入るやな。ごめん、あ、やべえ、鍵どこ行っちゃった。 OK。 で、これ、ね、ちょっと深いんだけど、自分が YouTube とかやっているとかブログとかやっているとかになったら、ネガティブな人たちが入ってきたら、そこはブロックして、 You gotta kick them out、 もう入ってこないでって、もう線を、壁を張らないといけないの。なぜかというと、ネガティブな人たちが自分がやっているとこ部屋に入ってくると、ネガティブなことをいっぱい言い出してくるわけよね。で、そうすると、ポジティブが必要な人たちに影響が出してくるのね。例えば僕のチャンネルにネガティブな人がいっぱい書いてたら、いい人たちがコメント書けなくなるわけよ。コメント書くの難しくなるわけよ、ヘイターがいっぱい入ってると。だから、 You gotta manage that man、 Kick him out。 YouTube だったらブロックするとかね。もう本当にそういうネガティブな人たちが入らないような環境を作っていくっていうのが、一つのこのポジティブで生きる大切なことなんやな。 Alright you guys、 本当にね、これが役に立ったら嬉しいです。 I hope you guys have a fantastic day, and remember、 あなたがやりたいことをやっても
やりたくないことをやっても、ね、両方人生は辛いと思うんだよ。でも、やりたいこと、自分が心の中から正しいって感じて、これだって感じてることをやったら、絶対人生良くなるよ。絶対変わってくるよ。で、ネガティブな人は自分がやりたくないことやってても、やりたいことやってても、いるからね。もうしょうもないよ。ネガティブな人たちはネガティブな人やからな。ラブルー、アロー、オロー、オッケー、じゃあねー、ありがとう。へいへい、ごめん、ちょっと追加です。ちょっとね、もう一点あったのよ。で、それはどういうことかっていうと、ね、ネガティブな人って、アホなこと言ってくるわけよ。アホなこと。で、僕が過去、最大の大変な状態だったのは、一回僕はビジョンプログラムっていうコースを作って、自分の本当にやりたいことは何なのかっていうのを見つけるためのコースなんだけど、それをその PDF とかがドロップボックスのクラウドに載ってたわけよ。で、僕ちょうどアメリカにいて、ごめんね風、アメリカにいて、なんかドロップボックスのもう全体的に PDF ダウンロードできないみたいなルールが大きく変わっちゃったんだよね。で、僕アメリカにいるわけよ。で、旅してんのよ。で、その時メールが届いたの。で、俺覚えてる。クリスさん、あなたは嘘つきです。あなたはこのようなコースを販売してるのに PDF のダウンロードもできません。なので私はネットに行ってあなたの悪口を大きくします。あなたが最悪だっていう人間、そしてあなたが嘘つきで詐欺師でお金を取っているっていうことをネットでばらきます。あなたが成長してまたいい人になったら、その時にお会いできるのを楽しみにしています、みたいなのが来たわけよ。で、ネガティブな人っていうのはアホなことを言ってるのね。わかる？これ PDF ダウンロードできなかったら連絡すればいいのよ。今こういう問題があってるんです。そしたら俺もあ、そうだったんだって言って対応できるわけよ。で、今スタッフがもう本当に24時間ぐらいサポートしてるから、こういうのは起こらないんだけど、いい勉強になったんだけどね。で、アホなこと、ネガティブなこと人言われたらよく見てもらいたいのよ。そのね、例えば YouTube でコメント書いてるとかね、なんか悪いこと言ってきたらね、俺たちって、ああ撃たれた、悪いこと言われたってなって、いやーやめてごめんなさいってなっちゃうんだけど、よくよくよくその人の言ってること聞いてるとアホなこと言ってんのよ。悪口ってほぼあなたと関係ないのよ。僕に対しての悪口って関係ないのよ。悪いで、アホなこと言ってるからリアルに聞かなくていいのよ。スルーできるわけで、アホなことだからね。だからアホなこと言うなよっていうか、アホなこと、ネガティブなことはアホなこと言うわけよ。だから僕たちもアホなこと言わない方がいいわけよ、正直言って。でね、この最後の一つちょっと大変かもしれないんだけど、 YouTube とかね、自分の顔とか名前とかブログとかを出して行ってね、世の中を良くしたいとか、自分のアートクリエイティブとか自分のビジネスをシェアしていきたいっていう時にね、人から好かれるからパブリックになったらダメだぜっていう最後の話があるのよ。人から好かれるために YouTube やったらボロッボロにやれるよ、やられちゃうよ。ね、一番危ないネガティブなコメントは、クリスそれちょっと違うと思うよみたいな、そういうなんかね、悪口じゃないんだけど反対でもないんだけど、ちょっとこの微妙なコメントが一番危ないんだよね。で、なぜかっていうと、その人から好かれるために、あ、そうですよねって簡単に言えるんだよ。でも本当にそう思ってなかったら、それもノーって言わないといけないんだよね。で、人から好かれるために YouTube やってたら、一人のコメントが来て、これ違うよって言ったら、そうだよね、ごめんね、間違ってましたとかなっちゃうわけよ。で、今度これ、いやこれ違うんじゃないとか言って、もう人が言ってることをずっと聞いてるから、自分が言いたいことを言えなくなっちゃうよな。だから最後は、人から好かれるためにやってちゃダメよ。人から好かれる、浸れたいって言ったら、それは愛だから、それは YouTube にビデオを出してゲットするっていうことじゃないわけよ。わかる？それは自分 your self worth、ね、それはまた別のついてビデオで話すよ。それは your self worth、 自分がどのぐらい価値があるのかって、本当に価値を感じてる人間なのかっていうところに入っていくわけよな。だからビデオのポイント、あなたが価値を感じても価値を感じてなくても、間違いなく
あ、ごめん、これ歩かない方がいいんだよね、ビデオ撮ってる時。間違いなく悪口言ってる人たちは出てくる。悪口言ってる人たちはほぼの場合アホです。そういう人たちはよく見て何書いてるのか何言ってるかで強くなって間違ってるから心配しなくていい。で、気をつけないと、気を使うところは自分の親とか仲間とか夫婦とか恋人とかそういう人たちがこれ違うよって言ったら、あ、すいませんってなりたくなっちゃうんだけど、そこはブレないんだよね。もう極めて自分をブレないっていう練習で生きていってください。 Alright you guys, let me know what you think of the video で、ぜひチャンネル登録していただければ幸いです。 Alright、じゃあね、で、どういうことを聞きたいのかとか、LINE にメッセージ送ってくれたら確認してますので、コメントもウェルカムです。I love you. And then、インスタグラムでこういうのもね、結構やってるんで、インスタグラム、クリスモンセンかな。リンク貼っときます。Alright, guys, love you guys. じゃあねー。ブルー。ブルー、何やってんや。ちなみにここ、ドッグパークなんやな。やばくない？ブルー、カム。もうなんか大変なことやってるわ。